俺はとある田舎の高校3年生、受験生だ。今、人生で一番勉強をしている。自分の持っているすべてのエネルギーを勉強に投じている。命を懸けていると言ってもいい。なのに。うわ、このお菓子おいしいね。かなたくんも一緒に食べようよ。うるせえな、邪魔するんじゃねえ。なこ、俺は今、マジで頑張ってるんだからな。チッター機を使えよ。まあまあ、いいじゃん。勉強ばっかしてると頭が変になっちゃうよ。まったく、お前は変わらないな。マイペースっていうかさ。えへへ、それって褒めてくれてるの。ちょっと嬉しいかも。別に褒めてねえよ。高校3年生にもなれば、もうほとんど大人だし、子供の頃と比べれば変わるもんだろ、普通。そうだね。かなたくん、昔は勉強なんてちっとも好きじゃなかったのにね。別に今だって好きでやってるわけじゃないさ。じゃあ、なんでしてるの？そりゃ、大学受験のためだろ。なんで受験するの？受験しなきゃ大学に行けないだろ。なんで大学に行くの？それは、まあ、さ。デコちゃんと同じ大学に行きたいからでしょ。え？東京のさ、頭のいいところ。なこ、かなたくん、子供の頃は女の子にも全然興味なかったのにね。変わっちゃったよね。好きな子ができて、好きな子のことをチラチラ見て顔を赤くしたり、悩んだり落ち込んだり笑ったり。そりゃ変わるだろ、普通。お前だって胸とか尻とか少しは大人っぽくなってるじゃん。私は変わらないよ。私、大学行かないし、ずっとこの村で暮らすし、結婚もしない、エッチも一生しない。ずっと変わらないで、子供の頃のままだよ。なこ、ブッドゥ、グスン、かなたくんも大学に行くのなんかやめようよ。遠くに行っちゃ嫌だよ。好きな子なんていなくたって生きていけるじゃん。仲良しの友達がそばにいればそれで楽しいじゃん。今が楽しいのにどうして変わらなくちゃいけないの？私、わかんないよ。私、バカだからわかんないよ。なこ、ごめんな。なんかごめん。